でもそんな俺はあのペルソナ義務じゃないから、あのベルベットルーム俺ね、あの弾けるようになっちゃった。見てこれ、聞いてこれ、ほら。これすごくない？最初全完コピしたんだけど、これ出て、マジでいいな。ついに完コピをしてしまった。うん。一番言いたかったことは、ちょっと切り抜きとか、お前、ペルソナだからっつって、お前見るのサボってんじゃねえぞ、この野郎。どうせ切り抜けないからって、この野郎マジで。俺、ちょっとそれはなんだろうね。なんか切り抜けってより、俺のちょっと精神衛生上良くない。うん。辛くなっちゃう。あ、俺はそのために、どうせ、クソ。これは俺のメンヘラ。もう、めんどくさいのは100の措置。でも100、もうめんどくさいのは100も承知だよ、そんな。でも、それが俺。それがそれで私。うん。行き止まりは、何にもない行き止まり。でもさ、ペルソナって本当に切り抜いちゃいけないの？なんか俺の録画保管庫がゴリゴリに上げてるけど、あれはじゃあダメってこと？あいつは死ぬのか、じゃあ。俺は知らんけど。まあ死ぬなら死ぬで、別に俺はそれは弔うことはできない。